それでは能力者の皆様を起こしてまいります。ただ相変わらず、まずは、あの、占い,いいいのい占い師の方から起こしてまいります。あれだけはあの指摘しませんでした、あえてね。で、ね、皆さん隠して配信してるか、隠して,てい、ね、占い師の方ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。したか、IGL。それでは、ナウマンさん、なあなたは占い師の能力を持ちました。<え>最初の夜時間では、人狼ではない方を一人お伝えいたします。はい。人狼ではない方は、 成尾さんです。お、味方が。<laughs> そう怪しいな。<laughs> まあ、逆にオッケーです。オッケーです。<laughs> それでは頑張ってください。<laughs> やっとんだ、これは。よろしくお願いします。魚や,魚やった。あ、各社配信しますからね、お願いしますね。まあ、もう見ちゃったけど、かもしれないけど。あとでは、続きまして。各社の配信。記事の。を起こしてまいります。ギフトとかね、あのー、あのー、サブスクとかいっぱい入ってあげてください。皆さんね。頑張ってますんで。お願いします。記事の方ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。あとツイッターとかね。 ね、それではフードさん。あなたは騎士の能力を持ちました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。騎士が。では続きまして。霊媒師の方を起こしてまいります。ツイッターでもね、あのー、かく、あのシャープ。山霊媒師の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。プレイヤー名いっぱい書いてくださいね。<laughs> なるおさん。あなたは霊媒師の能力を持ちました。<coughs> はい。 頑張ってくださいはいありがとうございますそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますでは続きまして強人の方を起こしてまいります強靭レイドの話すんな忘れたまあどうせフードでいい、まあ、強靭の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします石川<か>。<laughs> あどうもこんにちは,こんにちはそれでは石井プロあなたは強人の能力を持ちました はい頑張ってくださいまた早く死にそうだなこいつこいつまたまた早く死にそうだなまた早く死にそうだ霊媒とか言ってそれでは最後に人狼の方を起こしてまいります人狼誰だ連続役職多いねまあでも7分の人狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますちゃうかあ9分の5でじあの役職ですからね ガチププ孫か。孫ゲラか <laughs> あ、すみません、キャリーしてもらえるんですかえー、まあまあまあ、まあ、あのー、ね、二人と少ないですけど、まあクラッチぐらい。クラッチ、でもさっきクラッチされましたけど。誰がされたんですかねあれ <laughs> って。みんな俺がされたと思います。<laughs> <laughs> 最後、最後、解除、あの、あ<ー>ピピピピピって音早まってんのに、解除行かなかったみたいな。<あー> <laughs> ダイヤ2とアイドは2人は人狼となりました。ただいまから60秒間の作戦会が可能です。相方が死亡するまでは30秒。相方が死亡するまでは60秒間で進められますので頑張ってください。ではスタートしてください。どうぞ。これさ、どんな出ますか片方出て片方潜伏とかがいいんですかね一応出ない方が最後に残る可能性が高い。さっきみたいな感じです。ねじゃあ僕出ますか いや、どっちでも本当に出たいんだったら出てもいいし、出ないんだったら。あ、でも、<る>プ,ケラがプケラが残った方が強そうな気がするけどな。ああ、まあ、うん、なんだろう。さっきもそうだけど、まあ村人っぽさ自体は出せると思うから。うん、そうね、多分俺、良くも悪くも多分、ちょっと目立つことになっちゃうから。良くも悪くも。良くも悪くも。<laughs> あーなるほど、なるほど。うん、だから結構、つられちゃう可能性があって。ただ、<俺>うん、えっと僕、僕の方が先に占われがちな気はするんですけど、うん <laughs> 村人ムーブしたときに。俺、俺、プゲラ白だ出そうか。あ、それでいきますあ、それでいこうえ、でも、あれじゃないですかその、売らないし、僕、売らなってこないですかいや、白黒でいや、んれいや、それはそれでいいんじゃない俺がちょっとそれは新名を取るように頑張るよ。あ、わかりました。いいね。ちょっと、俺出るわ。よろしくお願いします。いいね、これいいよ。白先いいよ。それでは作戦会議終了となります。頑張ってください。 一応ランクいっておきますね。ゴさんが一番下のアイアンです。で、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナそれでは第2戦目<発> 2> スタートいたします。相当上です。相当上です。<laughs> です恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。雲の上です1番、ガチ君からビデオの開始のみをして戻ってきてください。ここはアイアンです。ここはアイアンさん。2> 2<番>わかるだろ。だろ3番、ナウマンさん。ンタンさん4番、フードさん。<laughs> 5番、プゲラさん。 6番マゴスさん、隠しの取られていたらどうなるの？え白黒に。7番イシプロ、パンダ状態で、ね、8番トラボスさん、占い師の。9番オージ信用度によって変わってきます。以上9名生存です。それでは皆様ん、1>, 1日目の話し合い開始前にマクがバトルをミュマイクのミュート解お願い、ま除ま、いたします。先に黒って言われないように、先に白の話し合いを開始してください。どうぞ。

いやいや、僕、IJ なんで。見つくな。今回、IJ なんで。え、3番目に出たら白な。真なんで。ごめん、ごめん、名前誰誰しろって。白崎分かんない。ナルオさん、ナルオさんね。まあ、お前、二千物だけどな。石井プロが、やっぱりこっから下がる下人は、ちょっといいですかはい。えっと、霊媒師で出る人いないですかもし出ないんあれば石井プロ確定の流れでいい。やったぜ。ええ私、よろしいでしょうか。はい、ナルオさん、どうぞ。 私、霊媒でございます。え、全身が露出したけど。全身が露出したけど。ちょっといいですかはいあいあ、俺もいいあ、いいっす。じゃあ、古田さんからどうぞ。あ、いい。俺、占い師じゃなくて、騎士です。あ、だから、俺は、俺はナウマンの方が、えっと、白いと思ってる。

はい。あ、なるほどね。フードが棋士。もう一人騎士いませんか ?IGM。棋士出てきてほしい。棋士出てこなかったら俺確定でいいでしょ。騎士出るいやいや、棋士出る。いやいや、棋士出る。だって、そしたら合わせればいいから。ああ、いいよ。それでいいから。はい、あり。うん。え、俺がやりたかったのは、これで、えっと、ナンマンの三人目で、しかも遅く出たから、かなり白っぽいと思って進行してほしい。うん。ううんん。なるほどね、うまい。いや、フード俺、新規でいいと思っちゃうけどね。 あ,ーあこれはしかも、うんうん、まあさすがに5人で5人出て積んだから変えたってこと性なくはないけどなくはないけどそしたら分散い,いつか死んぬから分散いつか死ぬから待ってそうなると新規性い死ぬから じゃあ、新規し出た方がいいですね。じゃあ、新規市今、出いていた方がいい。拭いていた方がいい。見出たら、拭いてる方がいえと、じゃあ、古市さん、最終日とかまでいったら、さすがリックス。六 c o 六四 o あのすごいな。じゃあ、とりあえずこれ、誰行きますレバイローラー、レバイローラー。一応、さっきと同じで、さっきと同じで、僕の城崎のナローさんが、レバイ出てるんで、僕からしたら、 教授に行ってくさい。ごめんね、初日僕。あって教授に行ってくさ僕目線。でもこれは僕目線だけですね。これね、やっぱ、ナルオの方が怪しいと思っちゃうね。だから、あ、ごめん、嘘嘘嘘。えっと、西野が怪しいと思ってた。なんでだで、一応理由を言うと、理由を言うと、そのナルオは、その、全人が露出の可能性もあったのに出た。それは、心霊媒師だから、なんじゃないかなと思った。確かに。

さすがのナルオといえど、俺は真なんじゃないかなって。あ、そうかそうか。ナルオさん、3歩歩いたら忘れるし、ラいキーか絶対、ナルオそんなこと考えてない。あの、3人目の占い師のナルマンが、白出してるから。そのままの、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  なるオしろって言ってるから、なるオは結構しろっぽく思ってもいいんじゃないかと。それでは話し合いが終了となりました。皆様、マイクのミュート、マイクのミュートお願いいたします。の場合だけその論は取っそれでは、投票のお時間です。本日は一番、ガチ君からの質疑応答です。では、ガチ君、どなたに質問されますか ?OK。何名え、役職ある棋士士じゃない。棋士じゃない。 これじゃあもう、トリマ石イシープロな。まあさっきと同じくだりで行かないと、ねえ。まあ一応かっこいい、<laughs> 孫さんとなるおさんのラインもちょっとあったけどね、若干ね。あの、そのラインもちょっと俺はもう、今回。まあでも、<え>トリマー、イシープロ。まあ今日は多分、フードさん噛まれるけ、これ、岸だけ。いや、それないな、絶対ないな。それだけないな。フードさんよりかは足、イシープロ、 え、これさあ、待ってよ。まあ、そのフードさんが出るのも下がるのも早かったけど、まあでもね、騎士っつったら噛まれるし。でもこれワン,<目>ワンチャン、いいよな。ワンチャンさ、いやなんかさ、黒おるよね、はい、出てない中に。いやまあそれは全然あり得ると思うよ。じゃそ,そ,そのフードさんが早く出たじゃん。うん、早く出て早く下がったじゃん。そのさっきやっぱちょっと遅いみたいなのを1日目に言われたのを傷ついてたのかな。あ<ー> <laughs> だから早くやりたい。いやいや、結構は、ね、気にするんよ。今日はちゃんと,、ね、こと言うよね、ちゃんとね。いらんことで時間使ってちょっとおもろいこと言うから、なんとか成立してる。えー、時間をタイ,イタイムイーターしてる、ちゃんと。なるおさん。なるおさんに1票目が入ります。 では続きまして2番ナルオさんどなたに質問されますか、まあ、そんたかも入ってるからそうなんじゃないうーん石プロえ相方に <laughs> じゃ相方対抗に <laughs> 直接対決する感じだ、うん、お疲れるあ,のあのびっくりしたんだけど。っびっくりして、うん、やべ俺何もしてない狂人になっちゃうって出てきただけでしょ石井プロが本当の霊媒師になっちゃうっ,って <laughs> 本当は2日目まで言おうかなと思ったんですよ。<coughs> 理,由 <laughs> 理由はないんだけど、なんないいけけどどんだでも一人目が言ったらそいつが臭いから、でまあ、でも対抗で勝てそうな相手だったらいいなと思ったら、石井プロ <laughs> はいはいはい,はい <laughs> っていうから、<laughs> じゃあ私、出させていただきますってなっただけ。 その考え方が教師の考え方なんだよだ俺と一緒に沈むってことでしょ。俺と一緒にローラーで沈むのは絶対ローラーになっちゃう。そう、間違いない。だから別にどっちでもいいんだけど、とあかく一日は行きたいから。俺もね、霊媒ローラー信者としておなじみなんで、この際しょうがないと思うんですけど、もうつぼだぞっていうのを言いたい。それでは成尾さん、どなたに投票されますか石プロで これでは続きまして、坂下ウマンさん、どなたに質問されましかもう、霊媒ってローラーの話、仕事ないじゃんって思ってるやつなんですよ。もう、もう、で。なら強人みたいな霊媒師なんで。はい、どうも。はい。僕目線の話をちょっと、べらべら喋らせてもらうと、すごいもうシンプルになっちゃって、成尾さんが白って出たんで、霊媒側には、 多分いて人陣営、はい、で、孫さんんが人狼なでですよね、はい、であの残ったあのトラボ、フードさん、ガチさん、プゲラさん、コジさんの中に、人狼がもう一人いるっていう、すごいシンプルな見方なんで、いえっとまあ、一応、フードさんも含んでるけど、まあ、このまま騎士いなかったら、あのー、フードさんいつか死なないと絶対おかしいから、フードさん放置でよく、あのー、その。 たった4人で占いしようかなぐらいなんですけど、はい、石井さん、なんかその、の<う>今日の話、多分あんま情報出ないからあれだと思うんですけど、はい、難しいですねあの。フードさんが下がったことによって、その本来、g o c o であったはずが、なんかちょっとグダグダな状況になったんで、今、情報が追いついてないのでっと、今考えているところです。あ、まあ、そうです、ね、のらい。それでは、ナウマンさん、どなたに投票されますか石井さんで。 石井プロに2票目が入ります。で,で,いいでは続きまして4番、フードさん。どなたに質問されますか例外に巨、えっと、人がいて、はい、人狼に、はい<の>。あと俺死ぬと思うんで、俺もべらべら自分のこと話します。はいはい。えっと、まあ、占い師は俺のことまず占いでください。って占うのは、うん、ガチ君、プゲ、トラボ、コジの中から選んでください。うん、で、えっと、何万が石井ちゃんはあって巨人になのかなみたいな言ったけど、人狼全然あると思う。 えっと、孫さんと石井ちゃんがと俺が最初にばって言ったのよ。で、孫さんが占い師言った後に、次、俺が占い師に宣言したの。で、その後に霊媒に行ったんだ、はい、石井ちゃんが。だから人狼で3人にならないように、霊媒の方に移動したっていう可能性もあるから、あの全然、あのなるほど、が新霊媒で、石井ちゃんがあの人狼って可能性はフーる。<で> まあ、あるんだけど、まあ、そうか。そうそう、全然あるから。で、えっと、俺、あの、なんか、やっぱ、本物で置きたいと思ってるから、なんか、疑われないでほしいなって思ったから言った説明しただけで、基本的には、ガチプゲ、少しトラブルの中にいるから、占い師で頑張ってほしいなと思う。もう、三浦さん、頑張って。ありがとうござます、愛してるそれでは、フードさん、どなたに投票されますか愛し プロに3票目が入いねでは続きまして5番プゲラさん。どなたに質問されますかえっと、うん、トラボで。はい。はい。あ聞こえてますかち、はい、残しておいても面白い、ねなんかまあ、1日目だったから、あんまり話聞けなかったから。えっと、まあ、僕は、えっと、占い師の中だとナウマンが3人目で出た。 のが強くて3人目で出るのはやっぱもし人狼とか狂人だったらローラーが始まっちゃうんですよ。だから3人目で,、うん、でやっぱ出るのは新っぽいかなって。まだ確定ではないですけどどっちかっていうと、うん、って感じで。でだからまあナウマンが白出ししてるナロウさんの白がちょっと強くて。って考えると、まあ、レイバイローラー、まあ、別にどっちでもいいけど、まあ、どっちかっていうと、まあ、ナロウさんの方がっていうシンっぽいかなっていうことで。 石井さんに入れる感じでですかね、うん、でまあ、グレーだと、なんか僕結構さっき言ったように、まあ、なんか村ちょっと有利かなっていう情報がいっぱい出てるかなって思うんですけど、ただ小路さんがなん,かなんかあんま分かんなかったみたいな感じだったんで、村的になんかいい方に進んでると僕は思ってたんですけど、そうじゃない目線を持ってるってことはちょっと怪しいのかなって思いました。それではプゲラさん、どなたに投票されますかうん、西、うん、さんで。 石井プロに四票目が入ります。では続きまして六番孫さん、どなたに質問されますか。う,ーんうんとガチ君かな。占い師として探しに行く。 ガチんの新名は下げるし、えっと、白貯金も。上げ足を取るようで本当に申し訳ないんだけど、その <laughs> はい、ナウマンのね、まあ、対抗だからあんまりいじっちゃいけないのかもしれないんだけど、まあ、一応その、視点付けしてたよってことだけはその教えてあげたくて、視点、えー、ナウマンの目線でナローが白出てるから、令、え、和、ー、には強靭が出てる確定になってたんだ。 まあ確定よりっすよね、まあ、よりというか、ナウマン目線だったらそうですよね。うん、でも全然確定してなくて、石井が黒のパターンも全然あるのに、そっちの方を一応見ないようにしていたっていうのが、結構視点すけかなっていう風に思ってる。うん、で、えー、と3人目で出たことに対してなんだけど、うん、え3人目で出たからナウマンが、えー、新寄りっていう風に考えるのは、まあいいかもしれないけど、それって人狼も全然やるからっていうのは、みんなに一応、その踏まえておいてもらいたい。うんうん で、俺から見るとやっぱナウマは人狼に見える。うんうん、で、ナルオがやっぱり俺は本物に見えちゃうな。一応その出方的に。っていうメッセージでした。はい。なるほど。はい。それでは、孫さん、どなたに投票されますか石井プロに5票目が入りました。では続きまして、7番、石井プロに質問されますかどうしよう。誰でもいいけど、じゃあ。 こじこじお疲れ様ですお疲れです日日連続初日取られる辛さは僕知っっってますよ格ゲーマージンのこんなだったなだたす。はい、<laughs> そんな石井さんと僕最後しゃべりたいんで何かあの弁明があればそうだねあのまあ知るんで、まあ、言っとくと、まあ、別にえっとねナーマンがルオに死を出したっていうところじゃなくて俺は成尾は、えっと、強人だと思う。 それは何でかっていうと何していいか分からなくて最後に飛び出してきたポケモンっていう感じだった俺思ってるであれば占い師に一人道他に一人道って感じですかねそうだねあのオラフードはえっと真かなっていう感じああフドさん新騎士うん新騎士っていう感じでで孫のな馬のどちらかが人狼でグレーにもう一人グレーにもう一人トラボさんか僕かガッチ君プゲラさんかそうですねオッ o k です いうののが俺見てるとこですありがとうございます。はい。なんだろうな。うん、まあ、それぐらいですね。すみません。それでは、IC プロ、どなたに投票されますかえー、なるお。なるおさんに2票目が入ります。ガチ君もちょっと下げたいてラボさい。マゴさんとナルドがつながってるって言ってたんで。それありえないっていう。 それ言いたいですね。言ってガチ君を避けたいですね。えー、黒くしたい。黒塗りしたいですね。小路さんで。ではい、小路です。ガチ君に黒出し結構ありだと思う。小路さん、あの、はい、フードさんの動きってどう思われましたか僕が一番最初に思ったのは、ご使用って、あの、他の使用してない人たちが白確定しちゃうじゃないですか。 人流クソフリーになるじゃないですか、g o はい。それを嫌ったのはあるのかなって思いました。それはあるのか、でも、村よりだと、フードさんの棋士が確定したような感じがしたんです僕も思ったんですよね。なので、僕がちょっと話し合いたいのは、これ以降もフードさん生きてた場合の処遇どうするかです。それはもう明らかに怪しい。でも、他に出てないから、棋士が。まあですね、棋士。 人狼が逆にそれを利用して泳がせて他のとこを噛むってのも全然ある。ああ、んですか最高いないです。はい。あとで出ます。だから僕は結構もう死んでみたいと思ってます、フードさんは。うん。はいはい。あんまでもそっかご使用。確かに実際それもあるっちゃありますね。はい。んでぐるぐる回るんでしょうね。それではトラボさん、まだぐる使用して 石井プロ用して、一人しかいないから、いや新規しんちに行ってみたら、でもご主要だからってぐるぐる回って、グループのさんどなたに質問されますか, <laughs> すか <laughs> 孫さんで。はい。はい。 というわけで僕の考えとしては、うん、まあもしフードさん生きてた場合、うん、まあ無理やりそのなんかローラーを完遂するとして、フードさん生き残って、実はフードさん黒でしたっていうのがちょっと嫌やなぐらいですかね。い<や>俺、まあ、でも基本的に信じちゃっていい気がするな。さすがに、あ5 c 用目で出るってことは多分ないと。まあ、6 c 用目か。はいはい、<laughs> 出るってこととはないと思うよあれ、うん、最後に出たのはナウマンさんじゃなかったけフードスターのっけ、えー。最後はナルオ、うん あ成尾出てまあ一応そのフードがスライドでこれで対抗で出るのは相当難しいと思うし俺も騎士だったらフードみたいな動きするああうんはいマモさん的に黒はえっとナマ対抗やっぱり強人の方が出ちゃってるのかなって思うそのその霊媒にはいうんだからまあ一周は一応なんかその命が軽いなっていう感覚はしちゃうから強人なのかなっていう感じがするのとはい クロはじゃあナウマンさんとナウマンと不芸ガチトラボそうだねそれは明日以降精査したいと思ってる了解ですそれでは工事がさんな投票されますか自分の中で番組プロさんごめんなさいマホさんいいですけ自分の中でが入ります誰が人狙いしよう考え処刑されるのは石井プロで俺の外国が一番オススメすれがいた一番最初ミスったし 私も7月で各ゲーマー人狼が2周年を迎えたそうで、<あ>本当におめでとうございます。あ,ありがとうございます 2>、えー。2年前とまるで変わらない、この初日に釣られるという石井プ本当にありがたいことだなっていうふうに思っております。2年経ってますので、ネ、えー、タを使って考えていきたいと思います。まあ、俺の対抗の成ロ君は、完全にテンパって、やべえ石井プロが本当の霊媒師に、霊媒師だ、俺が出ないと確定しちゃうって、出てきた強人です。これも確定ですから、完璧絶対そう頑張ってる。 えっと、ナウマンが3人目に出てきた問題。これはね、分かんない。ナウマンだったら、強人で出てくる可能性があるから、これは微妙なとこかなというふうに思っております。ナウマンならやりそうっていう感じ。うん。そうだな。あとは、そのくらいかしらね。えっと、2年経ってもみんなで人狼ができていることが本当に僕は嬉しいです。また次会えたらいいなと思います。ありがとうございました。さよなら。 それでは、石井プロはビデオの停止、マイクのミュートをお願い,いたします。確かに今、孫さんさ、今、刑したかも調べなきゃいけないですけど、まずは、ね、ビデオの停止を押してください。それ気をつけなきゃまずいね。孫さん、それちょっと、あのー、言っちゃったかなとそれでは皆様、それはまずい。いなさいませ。<laughs> 結構まずいですね。まあ、石井ちゃん、ね、2年前と変わらず死ぬということで。え、ね、え、お疲れ様でした。いつもいつも、初日で。 ありがとうございます。誰も気づかないけど、まあ、でも、ガチ君のやつも言わないとね、ガチ君のやつが,孫さんがいいん。それでは、能力者の皆様を起こしてまいります。まずは、ミス。指士の方から。ミスを起こしてまいります。のはで,すね、で、ガチ君のい、ガチ君は本当間違えたぐらいしか言いようがないので。そうすると、やっぱかか、指士の方ビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除お願いいたします。それでは、ではフードさん、本日、どなたを護衛なさいますか、はい。ちょっと軽く言い言,言うと。 ガチ君が人狼だと思います守るのはナウそれで,、うん、では本日、ナウマンさんをご衛援いたします。いいですねガガチチんは続きまして、占い師の方を起こしてまいります。占い師の方はビデオの開始マイクの見事解除お願い、ね、ーーいたします。 誰かそれでは生さん<れ>本日どなたの正体を確認なさいますか誰にしようかなこれプキラに対して白学校したとは思えなかったですね今のターンだからプキラ占わなくてもいいんですけど<ー>プキラもし占って噛まれたらそうなんですよね コウジさんで。あうまいですそれでは本日、コウジさんの正体をお伝えいたします。コウジさんの正体は人狼ではありませんでした。ありがとうございます。まあまあ、ナウマンペアそして孫プゲラでは続きまして、てね、霊媒師の方をお伝してまいります。多分 霊媒師の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。はい、それではなるおさん、本日処刑された石井プロの正体をお伝えいたします。はい、石井プロの正体は人狼ではありませんでした。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。ではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。では最後に人狼の方を起こしてまいります。 あそこで機種を疑いなすのはちょっとないですね。まあ六四メガ。人能の方ビデオの開始マイクのうぞ。残り三人お願いいたします。あどうぞ。残りね三人がまあ今これ始まるんそれでは六十秒間の作戦会議スタートしてください。どうぞ。はい。まあ、はい、とりあえず現状はいい感じじゃないでしょうか。いいんですかね。いいんですかね。<laughs> <laughs> まあ多分。で紙はまあ普通にフードでいいんじゃないかなと思ってんだけど、はい、どうかな。あいいと思います。あのー。うん なんだろう、潜伏いる前提で占っていく流れだろうから、うん、まあ、その、そっちとは別で、残してていいし、うん、ダローさんは噛めないだろうし。先に来るだ占い先なんだけど、なんか、いい点ある,いい点あるまあ、うん。なんか、この人っていうのはなくて、そのグレ、うん、グレーうん。まあ、常とかでいいんじゃないかなっていう。最後、戦いたい人誰こいつだったら戦えるなっていう人。あいいね、こいつだったら戦える。ガチトラボ工事の中で。 あ、常ですね。常、オッケー、じゃあ、常残そう。もう、あることないことオを。OK <laughs>。<laughs> 常だったらあることないこと言えます。<laughs> うん。じゃあ、トラボかコウジに白出しておきます。ああ、トラボ。あ、コウジ白角ですね。はい。まあ、それです白角なんか噛めば噛めるいいのかなわかんないけど。いや、なるお白だから霊媒なんだよね。霊媒の噛みそれでは、本日の襲撃先を教えてください。うん、フードです。つ常勝負とそれでは、本日、フードさんを襲撃いたします。 いいですね。まあ、岸もいないんで。では、ビデオの開始をお願いいたします。いいですね。決まりました。それでは、皆様、起こしてまいります。ガチナウチーム対プゲラマゴチーム、どうなるか。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。一番、ガチ君からビデオの開始のみをして戻すとてて、でトラボを引き入れる。二番、ナルオさん。三番、ナウマンさん。四番、フードさん。五番、プゲラさん。 六番孫さん、騎手はね疑い出すのさすがにちょっと苦労くなっちゃいます。九番高吉さん、もし騎手ご使用怪しいっつって本日無残な死体となって発見されていた方をワで他の人はいますか？ブードさんです。でもしブードさんはビデオの停止をしてください。ご使用プラスバカが一人で見っとくので。では二日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除マイクのミュート会場お願いいたします。四分間の話し合い開始してください。どうぞ占い結果いいですか？はいどうぞ。 じゃあ俺から、えーと、トラボシロトラボシロトラボシロした僕、コウジさんシロですあーなるほどコウジシロ、はいトラボを占った理由としては、トラボが一応そのラストウルフだったら、俺かなり怖い位置だなっていう風にやっぱ思って、で占いましたなんかよく一応ありがすうん、あんまりなかったなっていう風に思うからうまいうまいうん、ごめん、ちょっと存在感の話かもしんないんだけど結構そいれるわけですトラボがラストウルフだと怖いっていうのはどういうことですか えだからそのトラボがラストルーフだと目立たずにその目立たない人狼のまま最後勝ってしまうっていうのが俺は結構嫌いかなっていう思うんでそもそも好みの話もあるツッネとか僕とかと違っんすかなるおさんのなるおさんの例は結果確かに白っイジプロ白配信さん白プロプロ多分狂人じゃないですかねあとは分かんないけど狂人っぽいような感じしたけどね命が軽い多分狂人っすようんてかなるおにせよ石井にせよ狂人かなって思っちゃったなまあてか 霊媒で弱いからね人狼で。奈良さん目線、分でも石井さん絶対巨人。いやいやいや、ってないんじゃないですか。多分ってないな。もしかしたら人狼が隠れてますよね、だったら、今。あ、人狼。僕はそうですね、白は白出ししてるんで。だから、あれじゃない、孫さんも孫さんも、あの、グレーの人たち。いや、どっちかは絶対黒ですよ。 今日はナルオさんをさらしてもらう。あ、でもナルオさんも黒の可能性はあるけど。で残ったグレー一だったらナウマンが。一応ナウマンとナルオが二郎っていうことは一応あり得る。ああ、そうそう。あり得ますけど。そこの話よりはもう明日っすよね。みんいなくなっちゃう。占いから行くんか、グレーから行くんか。で、さっきプケラが行ったことなんだけど、プケラが行ったことなんだけど、一応その存在感の話うと確かにプケラもなかったんだけど、プケラもう占ってるから俺は。 その話でちょっと1個あるんですけど昨日浩二さんが最後の1人の黒を「うん、えとプゲ俺浩二さんの中から見つけますよね」って孫さんに言った時に孫さんが「そうですね」っつったんですよ。ああうん、孫さん白出ししとんのにプゲのこと。その中に黒がおるような言い方をしとったんでそれ,それはそれってあんまり話聞いてなかったそれは申し訳ない。 ま、とりあえず、のウジ目線で一応、その怪しいところでいってるんだろうなって感じがしてるだけで、これ、逆にその最後のコ二さんの、なんか、ここの中に黒が、みたいな逃げれので、コ二さん、ワンチャンとかなと思って占ったんですけど、白かったんで、これ多分、あれだな、俺、次、孫さんの占い先の、多分、トラゴかプギラさんを占って、俺やつったら結構、かしろってやつですね。いや、てかね、俺、悩んだんですけど、で、コ二さん、占いそうな雰囲気、結構出してた。 つもりだったから自分で。変えたら微妙かなと思って、たん。ど明日はそうですね、そこよりで俺は行きたいなと思っていますね。じゃあ、あれ俺はコーかガチくん占うか。まあージさん占えば、白あ白くとき白を作るんだったコージさん。まあコーくんかな。そうだね。まあ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 。強そう。 じゃあ、明日それで、今日はじゃなるおさんすか僕はもう言うことありませんよ。言うことない。言うことない。言うことない。なるほど。確かだ。ちグレーわかんないっすもん。現状、グレーがガチ君だけなん僕だけっすね。あ、なんも、そっか。何も知らされてないんで。うん。で、囲いが発生していない場合は、ガチ君が一応あって、ガチ君じゃなかった場合は、どこかで囲いが発生してるってことになるのか。 あした白白あ日っていか黒が出るんだったら多分黒両方黒になりますよね黒陣にそれ分かっちゃうから多分それでは話し合いが終了となりました皆様マイクのミュートマイクのミュートお願いいたします <laughs> マイクのミュートお願いいたしますありがとうございますそれでは本日襲撃されていた4番フードさんを起点といたしますので 5番、プゲラさんからの質疑応答です。では、プゲラさん、どなたに質問されますかプゲラがいいね。孫に対してちょっと詰めたもんね。うん、それがよかったよね。なるオさん。おい。おい。おい。まあ、あのー、今日いなくなっちゃうんで、うん、死にかですわ、はい。で、一度は話しておかないともったいないので。そうね。まあ、でもね、俺ちょっと、わかんないわ。 だってもう他はもう全員フラットじゃん、ほぼ、ま。次の占いで進むって感じですか。うん、いや、わかんないよ、そうじゃないのかな。<laughs> だって、まあ、どっちのも、ね、別に、どっちが怪しいも何も、あんまりなくな、ね、いプケチある いや、ない、ない。ないや、だからいないだな、まあ、占った基準は聞きたいぐらいだったけど、うん。まあ、それ、もうあんまないのかなっていう感じでした。うん、まあまあまあ、だってぶ、ぶっぽするしかないもんね、別にね。難しいよね。うん。まあ、俺なんとなくも、真央さんのあやそうかはあるけどな。まあ、坂野さんメタだけど、2連続難問くん、自信のないんじゃないのっていう。それでは。 プゲラさん、どなたに投票されますかいいメタだね。な尾さんね。な尾さんに1票目が入りました。な尾的どいいメタ。では続きまして、6番、孫さん。どなたに質問されますかうーん、そうだな。またあり、メタあり。何でもありでございます。かげまじのね。いいメタですね。 はいど成尾や,やる気ないですもん。まあ今日はとりあえず成尾に投票するんだけども、はいそのコウジ君の目線から見て、誰が怪しいのかとか、誰が白っぽいとか、それを探しても教えてほしいかな。まあ、一番その最悪な想定は、まあ、まる尾さんと石井プロが、まあ、強人と白で、うん、黒が2人残ってる想定ですよね。の場合は、まあ、占い師のどっちか黒で、うん、まあ、ナウマンさんと孫さん、どっちが黒かわかんないですね。多分孫さんが次、僕のことをしろ。あ はい、俺とナウマンでどっちが怪しいと思ってるのかいや分かんないですねさっきのフードさんトラボさんと同じぐらいちょっと分かんなくて、うん、まあでもナウマンさん結構白そうやなって思いました孫さんが黒っていうよりナウマンさんがなんか白く感じました、うん、そんぐらいですかねであともう一人狼は、うん、えと一応そのコ事ジの目線からするとトラボプゲラガチ君あのちょっと口数少ないガチ君プゲラさんのどっちか,かなぐらいで、うん、ま,あまだ全然今精査中ですね、うん オッケーです、分かりました。ありがとうございます。はいはい、いいねどっちに黒出そうか、ね、それでは、孫さん、どなたに投票されますかなるほど。孫さん、どっちを殺されるか考えてますね。では、続きまして、でもガチ君はもう敵にしていいれますか多分工場を白にするんじゃないですか、ね、ただ不利、不利ですけどね。ま、生の子でやや白っつったんで。確かめてますね、孫。多分作戦変えるかもしれないですね。工場を潰した方がいいかもしれない。 トラボ引き入れてナイオマンでいけそうな感じするんではい <laughs> なんでやそ <laughs> な,んかなんかさっきなんかあの <laughs> 終わりかけの時に言おっとなんかあれ、はい、えっとあの格白をお互い作俺し白作るに行くって言ったら、うん、その孫さんも作るみたいな流れになってそうなった時に白白だったらまあ話早くて簡単だと思うんだけど、うん、もし俺が黒出たら うん、その向こうも多分黒出たら困るじゃん。だから向こうも白じゃなくて<ー>だから黒黒2個並ぶなって思ったって感じ。ああ後出しした方が黒で被せる可能性が高い。だから俺俺プゲラさんとトラボで一応タクがあって。そうだね。なるほどね。うら占うとかはあんま言わない方がいいのかな。で、まあ、俺できれば孫さん同じ立場だからあれなんだけど、孫さんから言って、俺は自分の占い結果をあとで言いたいとは思って。 あでもそれ俺が神宮だったらそう見えちゃうのか。そうだね。ずっと多分どっち同時ものいや。ガチ同時。ガチ同時が多分めっちゃ見えい。ク、まあ、さん、裏側の方向にしようかな。<laughs> 初日、囲いに行った説で。それでは、トラボさん、どなたに投票されますかバレますね。ナルオさんで。ナルオさんに3票目が入ります。では、続きまして、9番、コウジさん。どなたに質問されますか なるおさんで、はい、そういや成尾さんって一番最後にカミングアウトしたんですかね私霊媒師ですってあそうそうそう,そうあじゃあ5子を確定させたからめっちゃ白いじゃんとか一番白いまである成尾、ね、さん俺は霊媒師ですよはいなんか,かやっぱりなんかなくら,られるなってちょっと思ったのはわちゃくちゃこれ俺行く必要なくねっていうのはあるんですよねそういやで成尾さんって石井プロさん白だったんですよね成尾さん視点で黒誰だと思うんじゃ いやまあ占い師どっちかと、はい、なか俺らの4人の中のどれかですよねまあ成尾、まあ、さんフラットすぎてみんなこの今更感が閣議マジのです成尾、まあ、さんがまあまあとりあえずこの人とこの人,この人臭いっていうのをちょっと教えてもらったらそれちょっと覚えておきますわ今更っていううんまず占い師のどっちかあじゃあまあちょっと臭いなっていうのは ああ俺かりんうそれではコ二さん、どなたに投票されますかナるおさんで。ナローさんに4票目が入りました。コーさん怪しくなりましたね。ちょっと黒目ができましたね。だからコ二さん的に回してもいいましン うん、まあ人狼どっちかだと思うんじゃけど、うん、明日は多分この2人の中から行かなきゃいけんじゃんうんそうだねどっちだと思う,うん分かんないなんか俺その孫さんに開幕白ろ出されたから、うん、なんかなんだろう、うん、って感じだけど、うん、なんかそのナウマンのしゃべりっぷりがね、うん、なんかそのやっぱねもうい,いちいち何かつ何かにつけてしゃべれる 喋ってから、あ、でも俺が人狼だったら、あそこはそう見えるのかを絶対挟んでくる。人狼じゃないんですけど、みたいな。人狼じゃないんですけど、俺が人毎回挟んでからそうだな。シャラクセイやな。感情は。シャラクセイやな。実際そうだな。なるほど、なるほど。より、ナルオさんが強じかなってちょっと思い始める。理由がしっかりする。 まあもうここは考えてもいいんじゃないけどね。いや一応まあ当てはめておこうかな。ああ。それではガチ君、どなたにご票されますかいいね。かなり、ナルオさん、ナルオさんにご票名が入ります。では続きまして2番、ナルオさん。人狼じゃないアピールを一時、さっさしてくるのはシャラクセット。チャーシー。マゴさんで。 いい殴り方だね。うん、困った時の俺じゃない？<laughs> <laughs> <laughs> いやまあ別に <laughs> 特に理由はないんですけどね。うんどうですか兆し見えます？この試合？俺の目線からするとる、ねまあ、ナウマンクロでそこで繋がっているのが高次、ねまあ、君。まあでも高次君かなり怪しく思っちゃってるな。 あうんまあ、コ工事ガチ君のどちらかなんだけど。えこれよく考えたら、あれっすよね、うん、俺、死んだらあと6人じゃないですか、うん、噛まれたら5人じゃないですか。うん 結構きついっすよね。次の2択外したらもう終了でしょ <laughs> 毎回やってんだよ、それ。そうだね。まあだいたいね、3日目はね、決め打ち版面ですよ。毎回やってんだよ、ううなるほど。絶対そうっすよ。それえ。だからワンちゃん、俺を釣らないって選択肢なかったのかなって。あ、一応あった。あった、あった。あった、途中で思ったんですけど。あっ,あったけど、一応、そのローラーは脳死でやるっていうのが、今のところなんか風潮であるから。ああ、まあまあまあ一応。 さっきみたいに俺、ナルオに騙されてるパターンもありますから。ああはい。俺ね、それ提案しようかなってぶっちゃけ思ったんだけど。いや、俺も言うと俺、死ぬ方がいいんじゃないかな。それでは、ナルオさん、どなたに投票されますか最初に、やる気出せ、最初に。孫さんに1票目が入ります。では、続きまして3番、ナウマンさん、どなたに質問されますかさんでテンション低くない いや、俺が人狼だったらそういうふうに見えちゃうと思うんですけど、プリ <laughs> さんって、なんで、成尾さん、強人っぽいなって思っ、なんか今になって思い始めたのかなっていうとか、ああ、いやなんか思った,んかあったのかな、きっかけみたいな。思ったことは言った方がいいと思ったから、別に。ああ。今でも言ったんだけど、その思ったのは、<っ>その成尾さんと話してるときに、成尾さんが、いや、分かんない、分かんないっつって、すごいぴよぴよし始めたから、なんかその時の成尾さんって、本物じゃないことって多々ある。 ああ。なるほど。じゃやる気がないよね。もう仕事したみたいな感じになってるからね。俺、ナルオさんの偽物だから割と分かるんですよああ、そうですね。結構、間違われるパターンか俺、明日、プリラさんとトラボで一応、なんか多分高くあって。プリラさん寄りで考えてはいるんですけど。いいと思う、それで。で、出しちゃって、出しちゃって、それで。そうですね。それで多分、白ってなったら、盤面簡単になると思うんで。それが話早いと思う。 だから俺目線はもうそうだなトラボカチはいどうすそれでは、はい、ナウマンさん、いいね、どなたに投票されますか。でてことはナウマン的にこれ、白出さない入ります、ね。投票の結果、まあ、結局も本日、処刑されるのは2番のルオさんです、フィギュアマンさんにお願いいたします。まあ、まあ、正直、そんなにないんですけど、まあ、何回もそうですけど。あと一人。<laughs> 次ここ守れなかったら多分ね2択制さなきゃいけないっぽいんでまあそこをね、まあ、僕結構ガチめにガチめにっていうかガチで霊媒師なんですけど多分強人は本当に石井プロっすよ白なんで僕は霊媒師なんですよだから多分ほ本当にあと1人ここで黒釣れなかったら終わりです わかってるよ。なるお、ああの、まあ、僕の遺言,言はただ、ルール説明してます。助かる。はい。なるほど。<laughs> 以上です。ありがとうございました。助かる、なるど。ありがとうね。それでは、なるおさんはビデオの停止をしてください。なるおさんを処刑したにもかかわらず、生存した皆様は、ビデオの停止を押してください。まあ、誰と仲良くなりたいかかな。まあ、工事はちょっと、なるおに対して、5票も入ってる時点で、そんなこと言ってて、3、三秒か。 時,時点で言ってて、なおかつ殺しに行った4票目を入れてるんで、いわコウジが怪しいって言われたからね。だから、もうで、ぶっちゃけ間に合う票だったのに、変えなかったから、正直、コウジさんを敵にし回した方が勝ちやすいんで、ナウマン目線。だから、プ、あ、でもナウマンからすると、もうコウジさんは売れるから、ね。それでは、能力者の皆様をお話ししてまいりたいと思います。ガチ君とプゲラとナウマンはどれかないや、これ差がないね。あんまりプゲラは結構喋ってるし占いしない。裏の方、ビデオの開始マイクの見えなくてお願いいたします。 トラ的そ,れそれではナウマンさん、本日どなたの正体を確認なさいますかプゲラさんで。それでは本日、プゲラさんの正体をお伝えいたします。プゲラさんの正体は人狼です。ま、あそうやな。人狼さんとバトルか。さあ,さあ、来た。さあ、それではビデオの停止をお願いいたします。孫たちがどこを,どこを潰すか どこを敵に回すか。まあ、ガチ君の方がエレスって言ってるから、コウジを白にして、ガチ君の役職約束のターン、時間を取ります。さあ、ナウマン、ナウマン、ガチ、ナウマンガチか、ナウマンコウジか、孫プゲラという感じですね。多分、おそらくですけど、プゲラ、あの、ガチを敵に回した方がいいって言ってるんで、コウジさんを入れる。でも、コウジさんの方が白をちょっ,ってす、ね、起こしてまりたいと思います。めっちゃコウジさんの方が戦いやすい。でも、逆に言うと、占いしやすいところですね、コウジを。 ななんんででかかっっっててていいうと怪しいなって孫は言ってるんでだから人狼の方はビデオの開始前にお願いいたします。はい、<れ>では60秒間の作戦会議スタートしてください。どうぞ。いや、これプゲラ黒出されるじゃん。そうなるとそのプゲラとナウマンのランになるのよ。なんだこれで今のところナウマンめちゃめちゃ白。 見らら、られれてるるからプゲラ釣られるの。で、そうなったときに、積んじゃうんだ。いや、でも、クラッチすればよくないですかすいや、クラッチできないから、俺、ナウマン紙どうかなと思ってる。お<ー>あ全然、ナウマン紙いいと思いますよ、うんうん。ナウマン紙で得する人間って、プゲラ。俺。<laughs> でも、そこなんとかして。うん。ランってなんですかランっていうのは2択ってこと。ああ、なるほど。どっちか。え、でも、孫さんなら。いや、無理俺はできないあれクラッチできないあれクラッチできないさっきのバネがあるから、さっきの反動があるから、大丈夫。 本日の襲撃先をお見せください。ナウマン、かませてください。<laughs> <laughs> ひよった、孫さん。<laughs> エントリーしない。はい、本日、ナウマンさんを襲撃いたしますってことは、孫さんが死ぬんで、でミュートビデオの停止お願いいたします。2対2で戦えばよかったと思うんですけどね。孫悪いとこなかったんでね、全然。いけたと思うんですけどね。これ、アイアンの逃げがっと,<れ>えと右上の表示のところをクリックしてもらって、 でギャラリーにしていただけると大丈夫です。<あ>はい、ありがとうございま,し,ました。はい。それでは皆様をお部屋から戻しいたします。ちょなんだ。え。何これバグってない。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。一番ガチ君からビデオの開始のみをして戻ってきてください。三番ナウマンさん。 4番、フードス、あ、フードさんです。失礼しました。えー、5番、プゲラさん。6番、孫さん。8番、トラボさん。9番、コウジさん。本日、無残な死体となって発見されていた方は、ナウマンさんです。ナウマンさんは、ビデオの停止を押してください。 ちょっと,えと,ちょっとお待ちくださいね。黒人さん、えーと、僕の画面を右クリックしていただきまして、えっ、ー、と、なんかビデオの参加者以外を非表示でいただきます。はい、ありがとうございます。では、現在5名生存です。皆様、マイクのミュート解除、マイクのミュート解除、お願いいたします。初めて6 3日目の話し合いを3分間で開始してください、どうぞ。え、孫、ケン、ケンちゃん。ちょっと待って、えっと、えー とりあえず占い先言うね占い先言うけど、浩次が白白白。え、浩次白でいいのちょ待って、俺、えっ、ラウマン強人だったの浩次白でいいの俺、もうとりあえず孫さん、こ今日はつって。そうだよね。いや、ガチ君目線だとそうなるよって。まあ、ってか、みんな君目線じゃなくても、みんなそうなるじゃないですか。いや、そんなことないよ。俺目線だと、一応、もうガチ君黒確定だから。 孫さん目線はそうっすね。うん、そう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 。ガチ君目線、黒確定だし、ガチ君目線は、<laughs> <ん>えっと、オレンが黒っていうか、<laughs> まあ、その黒黒陣営ならまあ確定してるよ。え、ちょ待って、え、ナウマン強靭ついました、ナウさん今うん、だから強靭しかありえないじゃん、だって。んえ、いや、うん、待って、え、黒はもう一人誰ですかガチ君ともう一人誰レウバンが霊媒に紛れてたっていうんじゃないいやだから、ナルだったってことになるよね。ナルさんが黒。うん、そう。

ねる <laughs> マジか。<laughs> で、ね、もう一個大事なのが、コウジさんが白角になった。白角になっちゃいました、ね、そう、コウジ白角。コウジ白角、はい、だね。俺の目線から言うと、もうガチ君がラストウルフ。たぶん、孫さん、自分に釣ってもらって、あ明日残った人狼と、人狼がもう僕に入れて終わるみたいな作戦じゃないですか。孫さんの,多分その見立てでは。孫さん、人狼とかく家庭しとんだったら僕、あ家庭しとん僕は。うん、まあ、ガチ君目線はね。うん でも、まあ、孫さんはもう人狼で、あと一人が、えー、っと、まあ、あ孝二さん、まあ、僕名誉さんも孝二さん以外のトラボか言うくんなんですけど、うん。うん。そうだね。うわ、これ,これどっちだろうな。俺はね、不だと思うんよな。ねあ<え>れね、あの、パッと見は俺だと見られると思う。あの、ナウマンが占おうとした瞬間に飛んだし。うん、そう。いや、でもこれ、ナウマンさ、なんかその、いや、占い先言わない方がいいかな、みたいな。 うん、言っといてさ今日の結局俺の方にあの宣言気味だったじゃん。うん。だからなんかそのと見せかけてトラボを占うみたいなのまで考えた上でその噛んだ一応なくはないかなと思っててそもそもそれでナウマンが占、えー、飛んだ時に得するのって俺かトラボなんだ。うんでもわざわざそんなことする人狼このターンで孫さんと。 いうあのナウマンを二択にせなけんかったところで、それをそれではことだってここ。話し合いが終了となりました。いいね、皆様、マイクのミュート、ね、マイクのミュートお願いいたします。すごいね、いい勝負してるね。まあ、コウジさんは絶対死ぬんで。マイクのミュートお願いします。意外といい勝負です。意外といい勝負です。すいいそれでは、本日襲撃されていた3番、ナウマンさんを起点といたしますので、5番、プゲラさんからの質疑応答です。<laughs> では、プゲラさん、どなたに質問されますか どうお考えをお聞かせ願えますでしょうか。はい、これって、えっと、占い師が死んだ理由、何なんでしょう、これって僕、十0く自分が死ぬと思ってたんですよね、僕ってあの白角候補やったじゃないですか、その孫さんが黒でも、ナウマンさんが黒でも、僕殺して、あっ、コージ、白やったわって言えばいいだけの話だったんで、ね <laughs> その、これな、なんでやろう。 なんでナウンマンさんシーンなんかをちょっと話し合いたいなと思ってこれは人狼だからいじしどこか触らなきゃいけないのてこれともう人狼側がもうどうしようもないからやっただけなんですかね雑音メタルたの勝ちだみたいなそんな感じですかねすはいこれプゲラですうん成尾さんが黒でナウンマンさん強人って結構薄い気するんですけどね 何かを触ってなきゃ今、きつい。それに気づけたらちで、かそれてしまったら。はい、もしくは、まあ、ま<ー>孫さん、黒で、僕らの中にもう一人黒が、みたいな話ですかね。そうですねい<や>それでは、ブ<え>ゲラさん、<変>どなたに投票されますか孫さんで。孫さんに1票目が入ります。では、続きまして、6番、孫さん。 どなたに質問されますか何かを触ってなきゃいけないですね。今、自分が嘘をついてるんで。だから、髪とか触りやすいってことあるでしょ。それをやってる状況なんで、それに誰か気づけるか。トラボガチ君が。これはかなり雑音めた強いと思います。<laughs> はい。だから僕あえて何も言いません。ういう孫さんが人狼で, <laughs> で、プゲラさんが、えー、ま,うん、られま、孫さんガチさん。ギリギリ です。ええ、でもマジで、これマジで人類の時代のきついんだけいやだからこれがこれでマジで作戦なのよ。だからナルオが相当うまかったし、俺絶対これ人類やれちゃうもん。これマジきつい。まだどうガチ君やるなお前。ええ、ムからすると安定はなってるんすよね。多分。いやいや、一応もう安定でもいいと思う。ローラみたいな感じでそれはいいと思うけど、俺はガチ君取ってもらいたいが、まあ一応村から見ると俺安定だと思ってる。うんうん。 いやいやな、でも、その孫さんがガチさん釣ってほしいって言ってるのがちょっと気にかかりますね。いや、だって黒で、黒、黒確定なんだもん、俺、俺の目線。まあ、そっか。あ,あそらく釣ってほしいんが当たり前じゃねえかよ。<laughs> だってトラボ、トラボ工事、プケだって全部白出てるから。言わないっていう選択肢が一応あったんで。ただ、それを、あまあまあ、いやまあまあ、その。それでは、孫さん、どなたに投票されますかえー、ガチ君。ガチ君に1票目が入ります。はい では続きまして8番トラボさん。どなたに質問されますかどんどんプゲの首が締まってくる。孫さんのおかげで。一人で小さんた。2>, 2人で戦えたはずなのに。はい、どうえっと、<う>ガチさんとプゲラさんで、プゲラさんが結構白いのが、なんか、霊媒をなんか当てはめて考えるみたいな話があったんですかあの成尾さんが、うん、まあその新霊媒がどっちかで一応当てはめて考えてるどっどちかが霊媒 ななのかみたい村人じゃないその人狼側でそこまで考えるかなって言って村人だからちゃんとそこまで考えて当てはめて考えてるのかなっていうのがすごく白く映って僕ああギラさんの方ねはい、はい、だからこれやっぱガチさんなのかなって思っちゃいますねあ,、はい、あいけそうこれ <laughs> あのちょっとベタなんですけど確か真央さんの初日の城がプギラさんやったんでいわゆる城が濃い、うん なんかあの開幕指導学校行ったやつ。まあまあ。まあまあありますけどね。まあベタ、ベタなんですけどね。ただまあ、それ、で、それと僕も、占ってるんですよ。ああ、そうですね。トラボさん、二日目で占ってしろって出してます。なので、それで、うん。だから、でも、あえてっていう。それでは、あえてだから占い方くどなたに投票されますか現状一緒なんだね。変わらないです。ここはマコさんで。マオさんに二票目が入ります。 では続きまして9、九番浩二さん、どなたに質問されますか。ガチくんで。さガチくん。ガチくが一番今不利。はい。はい、あのー。成尾さん、黒やとするじゃないですか。はい。はい、普通石井プロ、黒って言った方がお得なんじゃないんですか。どうなんですか、ね。ほんまに黒やったら。黒。いや、黒って言わん方が、自分が。強、はいはい。人で死ねる可能性はあるですよね。 ああ、なるほど。うん、<や>とかはあるんだ。そこ考え,出す考えなきゃいけないのがそこ。えちなみに、こいつさんって孫さんは人狼だと思ってますよね。思ってますあ、思ってます。ますます。おっと、ますあれや。思っとんだったら、もう確定、ナウマンは、はい、これ多分トラボも孫さんを人狼だと思うんだったら、ナウマンは確定占い師ですよね。うん、だって、二人しか出てないんだけ、うまい占いが潜伏にしかおらんくなるけ。そんなこと多分せんと思うんですよ。はいはい。 なると、ナウマンの占い先の、えっ、ー、とー、なるおさんは白なんで、まあ、狂人以上。あ確かに、はいで。そこで狂人とえシンは多分連れとんですよ、絶対に。はい、きょ狂人、んそう、なるおさん。で、なるおさんのシンが、えっ、ー、と、石井プロに白って言っとんでもう、狂人とシンがそこで連れとるけ、うんうん、今は人狼2人残ってます。それでは、コウジさんいい、ね、ね、どなたに投票されますか孫さんで。 さんに票目が入りただ、だからでは続きまして、一番ガチクン。どなたに質問されますかトラボどうなるかトラボをセットして。いや、あの、分かった上で、メモに書いたこと言ってるだけなのかなって思っちゃいました。ただの番宣。ただの番宣。そこの整理なんかドラボできてなさそうな気がしたっけいやいや、だからできてますよ。あ、できてる。で、まあ、これで今日孫さんを釣って、明日、 逆に今日ここ誰が死ぬかないんよ。いやいや、コウジさん。多分俺と、トラボと、コウジさんの中の誰かが死ぬんよ。俺はね、俺多分プゲとマゴさんだと思ってるけど。コウジさん、おお、いいな。あ<ー>それか逆に、俺が残ってトラボと、ええー、プゲ、トラボが死んだら、明日プゲでいいかなって俺うああ、じゃあプゲが死んだらトラボ行こうかなと思ってる。基本コウジさん白隠す今日プ、俺が残ってプゲが死んだら、 明日俺トラボ行くつもり。だって隠しろが小池さんでてるけ。まあそれはそうなります。おお。だから小池さん噛むんじゃないかなってますけどね。小池さん噛んだら残るのが俺というくんとトラボか。うん。じゃあさんちょっと白いんだよな当てはめてたのが。ちなみにでもマオさん。はわかんないですけどまだまだ感じてると思う。一日目。それではガチくんドラタに投票されますか。確かにな。マオさん。マオさんに四票目が。 いやくん頑張ってるガチんすげえるこれいい勝負だこれマジわかんないトラブルマジ怪しいもんマさんですで孫さん最後に遺言をお願いいたしますいやーマジこうなるとはなとりあえず今ガチんが言ったことは全部くん目線の話であって<然>それをうの鵜呑みにするのは本当にやめてくださいそれは俺の目線でも同じことは言えるので俺から見たらえー、っとナウマンが強人格ててかもうあの目線はすっきりしてて ナウマン巨人ナルオ、人狼でガチくん人狼なので明日はガチくんつってくださいかなうんいやマジか全然いやきついなまあ以上です村人の皆さん頑張ってくださいはい演技ありやんそれでは孫さんを処刑したにもかかわらず、ね、恐ろしい夜がやってまいります ビデオをした皆様はビデオの停止を押してください <laughs> さあプゲどうするかでプゲはぶっちゃけねこれねトラボ黒ま全然あるんでトラボ黒に行ってもいいと思いますねトラボが、えー、どっちだろうどっちだろうしか言わないしだから一番黒目線に仕立て上げるのがいけるけどただガチ君がもう結構プゲロロックオンしてるんでだからやっぱりトラボを引き入れるしかないですねトラボを引き入れて戦う何な,ならですよコウジさんが今どう思ってるか プケラとガチ君どっちを怪,怪しんでるかっていうのを、それでは、あるんだったら、むっちゃけウジさん入れといてもいいです、ね、からね、これ。実際。お願いいたします。トラボ説得のは簡単って言っても、トラボ説得のは簡単っぽいですよね、多分ね。トラボは一応、プケラの方が白っぽくの置いてんだよね、とか言ってるんで。で、正直もうトラボってあの考え方変え,ら変,え変えないっていうか、ロックっていうか、えっと、次に移行する頭がないので、あの、も、ま、う、あ、プケラで黒で終わりなんですよ、あいつは。じゃあ、プケラ白で終わりなんです。それでは、 人狼の方次いけないんです。だ,だから <laughs> だからもう多分トラブルを残すんじゃないかなという感じですかね。ええ、さあどうなるか。人狼の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。どこ噛むかそれでは30秒間の作戦会議スタートしてくださいどうぞ。えっとて たんですけど、<ー>もうあの孫さんにねあの、常となら戦うって言っちゃったんで、ね、ここで戦わないと、孫さんが IGL が浮かばれないんで、常ちゃんを残して戦おうかなと思います。うで誰かもそして、勝つ、グッパチウィン。グッパチウィンだ。プゲラーもグッパチだけど、何言ってんのえ <laughs> それでは本日どなたを襲撃されますか <laughs> え神先教えてあっコウジさんであ <laughs> それでは本日コウジさんを襲撃いたします <laughs> グッパチ内戦ウいンですじゃリダの停止マイクドニュートさあさあどうなるかさあコウジさん倒すんで結局ねトラボを引き入れるパターンですね多分プゲラを うらあの疑ってくると思いますさすがにね <laughs> てかここコージさんかまないと2択になっちゃうから自分が2分の1になっちゃうからそれでは皆様起こしてまいります今3分の1になってますからねプゲラはあのー、もしガチ君が人狼だった場合でもそうすると思います恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました3択にしないと1番ガチ君からビデオの開始のみをして戻ってきてくださいますから5番プゲラさん たら人投票が絶対もらえると分かってるんだったらいいんですけどね。八番トラボさん、九番コージさん、本日無残な死体となって発見されていた方は。 コウジさんですさんはビデオの停止を押してください。さあトラボを取り込むかトラボをるかそれでは現在3名生存です。皆様マイクのミュート解除マイクのミュート解除お願いいたします。4日目の話し合い3分間で開始してください。どうぞ。はい、いいじゃちょっと俺の俺トラボに向けて言うわ。いいはい、はい。俺が人狼だったら、うん、ナウマン殺す必要あると思う。人狼だったらナウマンを殺す必要が だって、あそこ、昨日って究極2択だった盤面じゃん。プーかもそうです。孫さんかな、ナウマンが生きとったら、孫さんかナウマンを殺せば、殺すどっちかを決め打たなきゃいけない面だったよね、たぶん。まあ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 。うん、で、そこを1択にしとんよ。うん、えー。ナウマンを殺すことで。うん。まあ、まああ確実に孫さんを殺して、今日、俺が人狼だったら、そん俺が釣られたら終わりじゃん。はい。そんなことする、人狼が。誰でも言えないだからこそやるなんかそこに関しても。 まあ、それは。あ、6。それを言うためっていう。そこまで2分1にさせるだって。あえて止まりかはあります。ね6分1。マジで分かんない。はい、はい、武井さん。ね、俺もトラボにしか言うことないんだほう。え、なんでえ、俺目線生。え、それ続つね。あ、そうか、ゆうくん、俺のこと言うこと思ったのか。どうぞ。え、でしょえ、トラボ。 それって孫さん目線だったらっていうのは分かるけど、優君目線でもそうなのなった。違うよなった。あの、はあ、この二人残されたからなった。孫さんを白置きするんだったらそうなるか。浩二さんが飛んで、俺とトラボが残ってんで、うん、その、あそこでナウマンをかむ理由ないじゃん。普通に。常だったら、うん、なですね。常孫だったらないの。 うん、だってあそこでナウマンがうら占おうとしたのって俺とトラボじゃんそうなんですよねでそのどっちかに害があったからかむんじゃん占われたらどうこうみたいなでもさあ,のあそこでかむこと自体がもうそのないじゃんまあそれは思いました実際で、まあ、や,やってくるやってきた,てたないしないし露骨だし<え>だからそ,こそれを取ってあの常残して、うん、で あの何俺とトラボからしたら、あじゃあお前じゃんってもうなるから、その向かい側のお前じゃんってなるから、ナウマンがあそこで死んだことによって、でそれに常に乗っかるだけない。でも一応、僕は<で>そう見えてました、やっぱり。でそ、ま、と、そこまで込み込みで、そのやっぱり何トラボにちゃんと話しかけてんなって、なんかその今思えば、もうなんか出来上がってたなって、ナウマンかんな時点からちょっとなんか出来上がってたなって思った。やる でもこれ一応俺トラボにも同じこと言えるけねトラボ、虚技に同じことを言ってもいいよ。だって俺ってどっちも俺目線だったらあれじゃけ。でもトラボ、今、あの、そう、常から見たらあの、イーブンなはずね、俺とトラボって。なのにトラボに行ったい、うん。俺は孫さんとまあまあまやるなら、こいつは俺を絶対に仕込めないから。<laughs> それ強いかもしんない。え、どういうことだから普段からのっていう。そうですよね 付き合いでもう諦めた。それ、ね、な違う俺はどうも、怒ら、まあ、そうと思って、話し合いが終了となりました。<laughs> あトラボ皆様マイクミュートマイクのミュートいで簡単,です,簡単すげえ簡単。 本日襲撃されていた9番コウジさんを起点といたしますので、1>, 1番ガチ君からの失業応です。ではガチ君、どなたに質問されますかお前が白だ分かってるんだよっていう意味ね。それでだったら強かったんですか、ね、まあこれ決め打ちっすもん。いや、実際マジでだ。人道の可能性もあるけど、正直悩んでますでも。えっとね、俺も孫さんが黒っぽいなと思ったのは1日目のさ,さっきも言ったけど、コウジさんが、えっ、ー、と、孫さんに残りの中の黒、どれだと思いますかって言ったときに、俺、プゲ、 えっと、孔子さんっつったんよ。虚偽を白出ししとんのに、その中にまだ黒がおるかもしれんっていう話をしようったで,あでもそ、そでこの視点漏れと、で、マさんって占い師で、でえっと、基本的にナウマンは、えー、っとね、ま、村のことを考えた推理しよったんどうせローラーされるけ。孫さんは自分が絶対死んで、はい、ナウマンが偽物って話しかしてなかったんずっと。 で、はい、そこもあって、孫さんはずっと黒いなって思うよって、うそこの視点漏れもあったし、優、うん、くんとつながりがあるんじゃろうなって思っとったんよ。優くんもあんま発言がなかったし。で、今の、その優くんを占られてしまうと、隠しろあの、パンダみたいな状態になるけ、えー、とー、優くんが。うん、孫さんとナウマンから調べられたら。それは多分めんどくさいと思って、行ったと思うんよ、ナウマン。ああ、正しいね。それではガチくん、さあだどなたに投票されますか <laughs> ?OK。 ささんに票目が入りますあどうなでしょうでは続きまして5番プゲラさん。にどなたに。雑談メタはね誰も質問されますか誰もあれですね。ないですね。あ雑談メタ雑音メタなは何もないですね。はい。なんか、まあ、もう深く語ることもないけど。で、なんかその、さっき孫さんがどうだこうみたいな。はい。だけど、 なんか、マオさんも一応最初の方、ちゃんと、何、村視点はい。村人の上でもちろん話してるし、なんか、ナウマンの方が白く、なんかね、白く見られたいムーブは、なんかちょっと見えてたなと思う。まあ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 。で、うん、そこまでのくだりは、まあもう、絵はやっぱりフラットで分かんなかったじゃん、その時。で、やっぱそのナウマンが噛まれたところからやと思うよ、うん、俺。まあそうですね。このムーブは、やっぱその、 ななんていうか本当に、俺が人狼だったら、なんていうかの、そのなんていうの、ナウマン神は負ける確率上げるだけやと思うし、だったら、その、常感じればいいと思うの。うん。いやこの。常は噛まないから。<laughs> いい。その口調で優しく言っとけば大丈夫、それでは、田さん、どなた注 <laughs> ぎまくって、トラボから、もう考えるのやめる、<常>放棄する。 ガチ君に1票目が入ますいつもの思考思考停止が出ればではそれだけで勝つ。そそ <laughs> げばいい。ちょっとだけ。<laughs> ただただ優しく、ただただ優しく思考停止。絶対にガチ君に入れるからなこれ。100%入れるわ。あ、そう0 0バッポケラになれば1000ポケラ。ワンちゃんあれ、うん、初日の。 かっこいいがプゲラさん、孫さん。そこだけ僕はマジで。いや、そうやね。それが引っかかるよね。なんか俺もそれが邪魔で、なんか最初からなんかその、もしそうなったら、はい、邪魔だなと思ってて、最初の日に。はい、はい。うーん。今日か。ないですか？人狼側の、はい。なんていうの最後のあれよね。砦っていうか、俺を囲むムーブができてたっていう。 まあまあたまたまですけどね。たまたまま逆にでもそれを利用してるから、占いを噛んだっていう感じなのかなそれを縦にして、てその明らさに縦にして、そのルートをもう気づいた上で、でトラボを囲いに来てんだよ。似たくなのにでも、俺に一切来ずにトラボに行ってんだよ。これ、うん、もうやばいって。強いこれ強いああ、占い嫌われた2人。<来た> <laughs> さすがに、ささ優しく、しくトラボさん最後は勢いでね、最後勢いちょっと言ったね、最後、イークするとドンドンってって、いいて最後、イークするとドンドンって言きましたね、最後はね。<laughs> 駆け抜けた、どうだ 決めました。ガチさんに入れます。はい。ガチ君に二票目が入ります。お願いします。投票の結果、本日処刑されるのはガチ君と悩んでるフリですよね。それではこの時点でええどうしよう。処配が決着いたします。どしこで皆さんマイクで。ガチ君、ガチ君、ユリ君をお願いいたします。バカ誰が。おえ、ダメだった。せめに二択にななるのにユリ君にいかんっていうのは。 ナウマンがほぼほぼナウ、えー、とユウコを占うって決めた瞬間に殺されとるけ行きたくないよねもう <laughs> これもう変なやつおるけ <laughs> それではこの時点で勝敗が決しましたどうしたドラボどうしたドラ,ラボさんは村人となっておりますそしてプゲラさんは 人狼ですので、人狼の勝利でーすおめでとうございまーすクラッチークラッチーマコさんやったよマコさんやったよやぶけだお前最高だようやったようやったできたできた。いやーできたね。やっぱ戦う相手やっぱガチ君がよかったね。そう。めちゃくちゃ。

霊媒師、成尾さん騎士、キシフードさんでございました。あ、すいません。あと、さ、<laughs> 最後の内訳、トラゴさんの友達はおるかやそんな。おらんわ いないんです。いないの話。どうなるかわからない。ないないのか。そっかいないのか。そっか。違役やあの役掛けあったんだ。あった。そうですね。トラボさんのえ友達は役かけです。そうなんだ。何の話。いやプゲラうまいことやったね。ガチ君だったらいけるって言った最初からね。勝負するなら残して勝負するなら誰がいいっていうの最初の方に話してて。ね 孫が言っててねねガチ君だったらいけるっつって言ってて何でえっまたやるバイソンらしいだな先生なしょってえっナウマン誰を占ってた俺プゲラさんっすねはい完全にも孫さんと一騎打ち始まったなって思った絶対勝てないと思ったもんそしたらプゲラさんとガチさんの一騎打ちになっててナウマンくんまれるんだと思っていや何か絶対勝てないと思ったからナウマン噛むしかなくねっていう で、プゲラが、いや、行きましょう、二人で頑張りましょうって言ったら、いや、もう俺無理だ、お前に任すって言って。そう、罪だ、罪だね。お前にかましてくれとか言って、ずっと懇願してたから。いや、絶対勝てないもん。えらい、本当に、孫さんに任しちゃえたら、これいけるんちゃうかと思ってね、なお前に喧嘩打ったら、いや、もう罪だよみたいな言われて。でもね、俺、プゲラさんめちゃくちゃ占いそうだったから、あの、僕の友達の人だったら、分あの間違いなかったと思うんですけど。 てか別に寝たいにだったら別ままだワンチャンあったけど友達じゃなかったですねだからあとマジなかったねそうねいやなんかその残ってる人のその信用勝負で俺とナウマンでもうかなりナウマンの方が白く見られてたからうんもう結構積んでたかなって感じいやでも孫ゴいや全然悪いとこなかったので孫マジで占い全然悪いとこなかったマゴさんきつかった全然戦いだマジで戦えたかいやなんか <全>一応腹減てた。だから結構どっちの方が真なのっていろいろ聞いてたんですけど、うん、みんななんかナウマンっぽいみたいな話をしてたから。でもそれが実際孫が探してるように見えるから、ちゃんと進路なるほどね。だからそれはちゃんと真由らない人たの,の立ち位置だったからね、かなり良かったんですけどね。で、ガチ君が最後ね、あの、トラに対してどう思いました いや、もう何も思わんすよ。もう何も思わん。もう無です。無です。無です。あ、面白く、面白かったって言ってたから、面白かった。まあまあ面白かった。面白かったけど。まあ、ようやってくれや。今後も。でも、最後、プゲラ目線はね、ガチ君かトラボか確定してないんだよな。そうそう。そう。でももう、ガチ君からすると、もうプゲラだろうなっていうのが分かってて。うん。まあ、そうそう、そう決め打ちっすよね。決め打ち決め打ちね。 でそプゲラがついて「えだって俺じゃなくてさお前に言ったんだよ」って同じ俺じゃなくてお前にうまいこと言ったんだよっていうのはトラボに刺さって。 てかあそこのねあそこがなんかマジで回避の刺激すぎてなんであんな刺さったかわけわからなかったあれ刺さる意味よわからなかったメタで畳みかけたよねあれパッションすわだからなんでトラボ選んだと思うなんで俺じゃなくてあーなるほどとか言ってだって答え言ってないんだよ。勝手にプケラは答え何も言ってない勝ってるトラムがあそうかとか言いらっしたなもわからなかったいやうまかったっすわあれは素晴らしい かったあと石井ちゃんね。そうだ今日いたよねちゃんと。ああ、いたいた。ポエムよく書かれてた。ああ、いたいた。また来年の夏ここで会いたいなと思って。3周年でもね。3周年でも。伝統の初日。わかりました。じゃあ一人ずつね、感想をちょっと聞いていきたいと思いますので。じゃあガチ君から。ガチ君、ありがとうございました。 最後ちょっとやられちゃいましたね。いや、強かったっすね。いや、でもガチ君頑張ってたね。すげえ頑張ってた。孫をう疑ったりとかね。いや、まあまあ、できる限りのことはね、村だったんで、しようかなと思ったんですけど、うん、村にもやっぱり敵がいましたね。ああ、そうか、はい、そうかそうかそうか。そ,こ <laughs> そうですね。<laughs> 大変ですねいやいやでもなんか久々の人道で頭使って知恵熱がちょっと出てきましたよああ出てきたはいよかったですまたまたやってくださいはいありがとうございましたありがとうございましたはいか宣伝お願いします特にないですかないですはい大丈夫ですドラゴンクエスト4やってるよとかああそうですねドラクエ4とかやってますんでお願いします はいスイッチでやってるんでね皆さん見たいとんいますお願いしますお疲れ様でしたじゃあ次ルオお疲れ様でしたありがとうございました成尾さん1戦目はねもうクラッチというかエースでしたよね完全スイフティーからバチバチのエースでしたねはいんか気持ちよかったっす自分がやりたいこと全部通りましたもんね全部通ってしかも孫さんのんか俺を信じろ お前新規のフードに入れろっていうあれがもうたまらなかったっすねたまらなかったっすねあれ気持ちいいだろうなあれ気持ちいいなあれ気持ちいいなおおええやでと思ってもう信じたるわっつってえっっていいいのという感じえいいのっていや気持ちよかったいや完璧でしたさすがの成尾さんでしたありがとうございますまたお願いしますはいまたぜひお願いします宣伝お願いします特にはないですけどツイッチで 最近7月からやってるんで、よろしければフォローとよろしくお願いします。はい、皆さん、ツイッチフォローしてあげてください。お願いします。あしたじゃ、あ次はなうま、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。あ、すげえにこなどうしたの、どうしたの、どうしたの。え、すごい、なんか一戦目、でもできなくて。うん。あの、でも。そうか。なろうさんがすごいキャリーしてくれて。そうだね。うん。乗り心地いいバスだったなっていうので。あ、なるほどね。はい、はい、はい。 2戦目はどうした ?2 戦目。いや、2戦目も占い師としてね、結構、村のね、不動産のすごいアシストあったりとか。あったね。っていうので、まあ、最後もね、結構いい感じ、死に方としては、まあまあまあみたいな感じしゃあないですね、あれはね。しゃあないかなと思ったんですけど、はい。すっげーにこにこして、なんかあるな。これのってですか別に何もないですよ。なんか、タいがありそうな笑顔なんですけど。はい。いや、全然大丈夫です。あないですか分かりました。じゃあ、またね、長村さん、よろしくお願いします。はい。じゃあ、宣伝お願いします。宣伝は、えっと、 28日か。28日に、イ、はい、トネーションのみんなで箱行して番組やってるんですけど、うんはい、えっと、そ部門に結構入り乱れて、人狼をなんと。お<ー>いいじゃないですかすげえやるの。で、さかなさんも<ー>あれ、魚さかなさん、g ムで確かお願いしてるで合ってますよね。はい、そうです。そうですよね。良かったじゃないですか。そういうことで、まあ。 あの DNG でやりますので、よかったら七月二十八七月二十八木曜のもうすぐだ。うですよ。そうそこにはねあの全然トラボとかいないんで、ぜひ皆さん見てくれたら。なんだ。もう最後言うね。やばすぎる。まあまあみんなでさ最後さっきみんなでトラボのこと言ってる時だけみんなで笑ってたんだけど、ナウマンだけ真顔でしたからね。ずっとね。トラボルちょっと真顔だから。トラブの話すると真顔なんで。そんなにやか。 アレルギーなんじゃね。でも28日はトラバーなんないんじゃねトラバー。あ、それ出ないです。はい、また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 はいまたまたまたまいまたまたまたありまとうたざいましたま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 したま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 たね、たま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 全部全部たったまら。たた 全部っ殺確かに。全部自殺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 全部自て自殺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 自か自殺自殺自あ自殺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 自 あっちの方でも、そう。玉うちの方でも、ちょっとね、やりに行っても、全然いいと思いますんで。そうですね。それはまあ、あの、そうだろうなと思ってました。あ、そうですかはい。じゃあ、宣伝お願いします。宣伝、あ、えっとね、あさってぐらいからサウジ、サウジアラビア行くんで、週末に、あの、なんかね、大会があって、自分と時戸とネモさんが日本チームで、サウジの代表の人と、週末、 何日かちょっと分かんないんですけど、はい。あの、戦ってくるんで、日本を背負って、あの、頑張って、交流していきます。なるほどね。頑張ってください、じゃあ。頑張ってくださはい。え、それなえっと、配信あるんですよね。あるでしょうね。あるでしょうね、どうせね。あると思います。はい。なかったら悲しいですよね。確かに。なので、ちょっと、あの、ネットで調べてください。はい、分かりました。じゃあ、皆さん応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。え、次、プゲラ、お疲れさまでした。お疲れさまでした。 どうですか最後気持ちよく決めたえなんか今まで参加した中で多分一番その動けたんですよねああなるほどはい一番勝利にまあ貢献できた貢献できたというかねそう圧倒的な勝利をやっぱ作れた <laughs> 圧倒的勝利よね,確かにね圧倒的でしたね、はい、圧倒的でした、ね、圧倒的でした

ちゃんとプギラ最速で、うん、そうだよねってって、あの、共感が最低。ああ、共感が最低。ああ、共うが最低。共感が最低。そうだよね。そうだよね。でもさあだよね。素晴らしかったでよね。そうもさん。いや、でも、そうですね。今までで一番気持ちいい、あの、尽量できて楽しかったです。あよかった。です。またじゃあお願いします。ああ、宣伝お願いします。えっと、宣伝は最近、配信を Twitch に移行してやり始めたので、よかった。えっと、 見に来てくれると嬉しいです。そうですね、フォローとかね、サブスクとか、皆さんよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。じゃあ、次は、孫さん。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。孫さんね、今日、あの、よくも悪くも、かなり目立ってて、すごいいい感じでしたよ。面白かった。本当に、本当によくも悪くもっすね。一戦目は、あの、村を負けに引き込んで。二戦目は、人狼サイドで。人狼サイドで、も引くという。なんとか、なんとか、その、トラボを取らせることに成功。確かにね、しますよね。 い <laughs> いややや良かっったですいやですすもあれっすねやっぱりその俺とプゲラでどっちが残ったら強いのかってやっぱプゲラが残った方が強いなと思ったら本当に強かったんでねね強かった、ねすごいね、あ,あそこ信頼して良かったなってささすが孫さんの、ね、趣味っていうのは分かんないですけどね <I GL> <laughs> ちょっと残った人が残った人だったっていうところもあってはは <laughs>、うん、<laughs> はいはい、はい <laughs> でもなんかこの「人狼ゲーム」って俺思ったんですけど、うん、自分が騙して勝つよりも、うん、その味方陣営 に託して、なんか、お祈りしてるときの方が面白いんですよ。そうだね、それも面白いね、確かに。お祈りしてるときの方が面白いんで、今度からこれでいこうと思いました。自分でもエントリーしろ、頑張れ。いや、最後クラッチするのちょっとね、俺手が緊張しちゃって。ちょっと緊張しちゃうぐらいですからね。4ボタン押せないんで、ちょっときついです。確かに。いや、でもよかったです。ありがとうございました。じゃ宣伝、宣伝お願いします。え、宣伝はですね、明日、一応、 えーっとウィンチケットっていうアプリを使った、はい、そのストリーム競ー、はい、輪王決定戦というのが、まあ、一応、黒人さんも出るんですけど、はい、今ね、出してますね、僕。はい、出しますか、はい、20時スタートで、えー、俺と黒人さんと、はい、あとは、フトンちゃん、そしてスパイギアさんの4人で競、ね、輪王やるっていう、で俺、どういう形なのか、まあ、これ何回かやってるらしいんですけど。はい 俺今回初めて出るので分かんないんですけど、競輪でかけるみたいな感じになるんですかねそうですね、競輪でかけて各自ツイッチで放送してっていう感じですね。あ、はいはいはい、はい。なんかやるみたいです。はい。いや、ちょっとやってみようかなと思いますんで、まあで、その中で多分一番ね、稼いだ人が多分競輪になるんじゃないかなっていう。あ、じゃあ俺の勝ちっすね。あ、そうなんですかはい得。得意なんですかやったことあるんですかいや、分かんないですで人の見る目だけあると思ってます。く <laughs> 今日負けてましたけどね。成 <laughs> 尾 <laughs> さん信じて負けてましたから <laughs> <laughs> でなるをちょっと濁っちゃうんで僕の中ではあなるほど僕の中で濁っちゃうんででも人の見る目だったら今日ちょっとやっぱプゲラ信用できたんであ確かにそうですね確かに確かに分かりましたそんな感じですねあとはまあこれ終わったらバロやりますんでそうですね皆さんでやりましょうはいありがとうございました次は石井ちゃんお疲れ様でしたあお疲れさえっと今日は2日連続初日に死んだわけですけどそうですねバナも忖度なかったですねすみません 石井だったらっていう感じで2日連続やったらすみません。信頼だと思ってますけど。ああ、確かに。でもね、なんかその、お客さん目線で2日見てたんですけど、2日で超面白くて、すげえよかったです。ああ、なるほどね。久々やるとおもろいですね。ね、そうだね。うん、しっかりみんなの、しかもちゃんと1日目と2日目、あの、こう。 なてうんですかあれが違いますよね。そう、味が違ういいショッったんですけど。素晴らしかったですね。影山人狼が無事に終了を迎えられて、俺は嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここもできそうだって、またやりますので、また来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあ、宣伝お願いします。宣伝、えっと、まず明日、えっと、19時から、えっと、ナナイとハネことマダミスやります。マダミステリアンノーンというやつをやりますんで。はい。 よかったら、えー、協定、興味ない方は見ていただける。協定じゃないです。経理で, <laughs> です。経理、はい、とかもそど、どこの放送であるんですかそれ ?1 時間でもやりまえっとね、7位のところが多分メインになって、個人もあるのかな個人配信もあると思うんで。なるほど。うんまあ、どっちでも、どこでもいいんで、見てくださいって感じわかりました。はい。 あとまあ、もろもろあさって、格芸ひるぶりでバロンとやりますよとか、それも TRPG やりますよとかいろいろあるんですけど、まあ、もろもろツイッターとかフォローしていただけると助かりますよ。ろしくお願いします。はい、じゃあ、石井ちゃんのツイッターフォローしてあげてください。はい、お疲れ様でした。じゃあ、次はトラボ、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、最後ね。最後、ナイストライト。ナイストライトは、大変、大変でした。本当に。大変だった。はい。何が大変だったんですかいや、考えるのが。 ったいやいやいやいろいろ考えた結果ではあったんですけどはいはい負けてしまいましたあのじゃちょっと考えたんですけどなんで負けたかっていうのあ考えたはいんですかふけらさんそういえばバロラントめっちゃ教えてくれたんですよ教えてくれたはいガチさんはやってないからちょっとそこの差が出たと思うんでガチさんもお忙しいと思うんですけどお時間があるときに一緒にバロラントをねやりましょうはい。

<laughs> じゃあね、トラボさん、まあ、はい、じゃあ、ここを頑張ってください。いいはい、じゃ宣伝お願いします。宣伝は、まあ、<laughs> 特に僕もないですけど、あの。いや、ワンチャンネル、えっ、ー、と、たまに配信してますんで、よかったら。えー 登録とかお願いします。はい、じゃあそちらに皆さん登録してあげてください。お願いします。あとあの、はい、あさちゃんの、まだ未定ですけど、あの、トラボとね遊ぼうもね、多分あると思いますんで。ありました。ある、あるんですかあるんですかあるんですかまだ次は決まってはないんですけど。お疲れ様でした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 。どうでした最後。最後。です。あ、帰ってきた。生さん帰ってきた。あの、 思ったんですけど、これ掛けなしルールってどう考えても村優位ですよね。掛けなしルールは、えー。いや、そんなことないです。あそんなことない。はい、えっと、若干人狼優位です。あ、そうなんだ。<お>はい。いや、まあ、その、今回久しぶりに、その、全く掛けなしルールであって、まあ、二回とも人狼勝ったっていうんでね。はい、ちょっと、いや、あの、考察自体はそこそこあってたんですけども、はい、ちょっと自分の I. G. L. 力が低かったんで、ちょっとこう。 あのー、うまく進めれなかったなっていうのが反省点なんで。いやいや、<は>かなり進めてましたよ。あ、まじっすかめちゃくちゃ進めてたんですよ。僕ね、やっぱね、コイさん、褒めがなかったです、今日。人ああ、そっか、ごめんなさい。ちょっと必死すぎましたねそ。そう、いつものバルラントだったらめっちゃ褒めてくれるのに、人類は褒めがなかった。それが多分、はい、ああ<ー>、いいんじゃないですか。<laughs> ああ、マジか。もっとこう、孫さんをこう、奮い立たせるような。ああ、いいじでね。IGL はマジうまかった。考察めっちゃうまかったんで。<laughs> はい。はい やっぱ褒めじゃないですかね。ちょっと褒めるように頑張ります。光の和之が出てなかった。和之、僕の本名です。皆さんよく覚えてください。こうじかずき。そう、台数が足りないっていうね。コメントあります。褒めてくんないと。内イス、そらえて言うべきやったいや、それも。なおさん、なんか、うさんくさかったから、ついごめんなさい。そうあの、なんか。 ややっ回目敵だからいでも本当にね全然人狼考察良かったですよ。ありがとうございます。またよかったらやってください。お願いします。じゃあ宣伝お願いします。宣伝、なんと僕7月をもちまして配信のプラットフォームを変えました。えそうなんです。そうなんです。これからは Twitch でやっていきますのでぜひ皆さん登録の方よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんね、Twitch、どういう名前なんですかじゃ 小藤 KOG でローマ字じゃないと出てこないと思うのでね、KOUJIKOG って感じで。なるほど、そんな感じでやってるんで、皆さんね、登録してあげてください、お願いします。そして、このあと、そらく、ここにいる9人、映ってると思うんですけども、その何人かで、これ、やるかなと思ってるんで、もしよろしければ皆さん見てください。バンダル、これ、バンダルです。 あ、でもガチ君マジで面白いよ。やった方がいいよ。ガチ君も一緒にやりましょう。ドラケ4終わったらぜひおすすめします。わかりました。プケがね、めっちゃ教えてくれると思う。プケちゃん、うまいよ、俺。マジうまいから。うまい上うまい上うまい。俺もプケちゃん教えてもらったし。えー、まあ、わかりました。動画見といて。はい。ちゃんと教えたれ。同じこと喋るのオッだから、動画見といて。 <laughs> <laughs> じゃあ、こうじさんね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ、さかなさん、お疲れ様でした。あ、で、皆さん、えっ、ー、と、今日の MVP を一応、あの、れあの、僕にラインください。お願いします。自分以外の人を投票してください。お願いします。さかなさん。はい。お疲れ様でございました。皆様。はい、お疲れ様でした。 久々ね、やっぱり最初はそうですね、久々だったので、皆さん、ルール忘れてるんじゃないかみたいな感じのことも言わせていただいたんですけども、<laughs> はい、まあちょっと全あの撤回をさせていただきまして、もう何のそのもう面白いゲームがありまして、もう全部、僕はあのジンゲームは最終日、うん、まあ要は3人とか、もうそれでもう決着がつくというですね。 までで行くゲゲーームムはていいだと両陣営もうかなり戦略的に戦わせていただいて成尾さんの一戦目の発言だけはちょっとマジで困惑はしたんですけどもあれですねあのあのあの席でフードさんを襲撃するあなるほどなるほどと思ってたらプゲラさんでって言った瞬間に何を言ってるのこの人はやっぱりそこら辺とかやっぱ格ゲーマーのですねまだちょっと僕が理解とかあの 思って反省してる。全員裏切られましたから。本当に良かった、<laughs> あれ。<laughs> はい。<laughs> はい、ええ、っていうところと、あとやっぱりですね、まあ、なんか結構、あの、皆さんもね、慣れてきたので。やっぱり結構、その戦略的なところも含めて、はい、かなり、あの、やっぱり上達してるところもあるんですけど。ちょっとね、ん運営視点でもあるんであち。ちょっとだけね、確かにね。ね <laughs> 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 まあでもねまた今後ともですねあの100回行けるようにですねあのサポートさせていただければと思っておりますんで、はいえー、今後ともよろしく影間二郎よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございましたじゃあさかなさんも宣伝をどうぞ。はいはい、えっと、ナウマンさんからも、えー、おっしゃっていただいたんですけどもはいえっとデトネーションゲーミングさんの方と。 えの方で人狼ゲームをされるということで、まだ告知がですね、おそらく出てないと思うんですけども、近々告知が出ると思いますんで、あのそちらの方ですね、ナウマさんツイート等から、僕もリツ,リツイートはさせていただきますので、えー、見ていただいて、えー、配信もあり,ますあ,るありますので、ぜひ見ていただければ幸いです。 よろしくお願いします。はい、じゃあデーターメーションゲーミング、はい、見てあげてください。お願いします、はい。あとはお魚人狼というのを主催しておりまして、YouTube で無料でええ見られますので、うん、で役職非公開っていう、うん、誰が人狼なのかわからない状態でっていう動画をですね、<ー>あの別で用意しておりますので、<ー>まああの初めて見られる方はそちらで見ていただければ、<ー>あのー、まあネタバレがない状態で見れると思いますので、ぜひ気になる方は十三人村のええ人狼ゲーム見ていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございました。で僕からもちょっと宣伝させてください。えっと先ほど言った経人をですね、これがひ 7月26日火曜日20時からスタートやります。そして次がですね、えー、いわらじというのに出て、いや、あの、もしもの岩渕咲という人のラジオに出るということで、これが27日の21日かな。1金ですね。はい。これね、2日間連続でありますので、よかったら見てください。お,お願いします。国人,さん国人さん、ついに。売れたないや、れ売れてないです、ね。岩渕さんと一緒に出るんだ。 そうですちょっとラインあの、石井ちゃんください。ごめんなさい。あと誰だろうあと入れてないやつ誰えっと、誰だ上入れました。入れました。すみません入れました。誰だ学生さん。1、2、3、4、5、6、7人しかもらってないね。俺、俺出してない。石井ちゃんとあと誰だプケラ1人。プケラだ。はい。お願いしました。はい。 はい、じゃあ行きたいと思います。言われた人は、えっ、ー、と、指を1位やってってください。えク、ー、びっくりした。プゲラ1位。えっ、ー、と、ナルオ1位。<お> 1> ナルオ1位。プゲラ1位。プゲラ1位。トラボ1位。<laughs> 1> トラボ1位。えー、妙だな。ナルオ1位。お なるお一です。どうなりますかおー誰ですか俺だ俺ですなるおさんなるおさん MVP おめでとうございますおめでとうございますちゃんと MVP だしかもバロでございますこれ何回目ですか ?3 回目ぐらいですわお、すごいねなるおやっぱ MVP よく撮ってんだね結構意外と撮ってますあ、すごいですよくもあるかもよくもあるかもよくありがとうございます いや、でも今日はね、なるオのマジで、あのね、一、はい、戦目の攻め方が、エントリーの仕方完璧でしたから。うん、完璧でした。本当に。あれは負けたよ。ダイ,ったっダイナミックエントリー、すごかった。ダすエントリー。ありがとうございます。で、エース取ったんですかね、さすがに。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい。 じゃあ、以上をもちましてですね、えっと、61回、え、かげやま人狼終了となります。え、ご視聴者、視聴者皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あごいお疲れ様でした。はい。ごめんね。あの、レイドはフードにす。あ、です。いません。いはい。じゃあ、みんなお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。えっとね。 で僕、ちょっとまた言わせていただくんですけど、あの僕もですね、えー、7月末、えー、8月からですね、別サイトの方に、えー、おそらく T に行くと思いますので、えー、ミルダムからですね、ちょっと、えー、T の方に、えー、8月1日ぐらいから行きますんで、えー、一応ミルダムでは多分おそらく、影山神は最後なんじゃないかなと。 えー、ミリダムではですね、えー、終了します。終了うん、そうですね。変わるということでね。えー、ってなりますので、皆さんよかったら、えー、そちらも。えっ、ー、と、7月中はしっかりとミリダムでやってきますんでね。よかったら。ああ、いっぱいね、ギフトありがとうございます。いっぱいね、ありがとうございます。えっ、ー、と、あのー、31とかね、30日とかもちゃんと、あのー、30日はできるかどうか、31日はね、 えー、一応ラスト放送でいきそうなんでね。ラストかもしれない放送ができそうなので、ね。あ、そうですね。もう溜まった。あの、そうですね。あの、ゼロのやつ。そう、今受けます。今受けます。今甘んじて受けます。ええ。本当だったらギフトでお,おめでとうとか、でかいのボンってくるはずなんですけど、まあゼロで、全もう、食らって、ああ、気持ちいいっす今気持ちいいっす。これ、これはもう、国の放送だけですからね、これ。僕外してませんよ、今回。外してませんけど、ピン、ピンありがとうございます。外してませんけどね。 これはいただきますんで、ね、ありがとう。あ、熊ちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。もう全部、使い切りましょうか。それでですね、ちょっと入れ言っとかなきゃいけないのが、まあ、t に多分移るんで、ピエン超えてパオンありがとうございます。ピエン超えてパオンありがとうございます。入りました。ありがとうございます。で、あのー、言っとかなきゃいけないのが、えー、っとですね、サブスクですね。継続的になってしまう人があるので、それだけはちょっと、あの、まあ、入っていただければいいんですけど、多分、あのー、放送することは多分ないので、あのー、 それ7月末のやつでしといた方がいいのかなと思いますので、それだけ言っときますね。あの、31日も放送しますが、そこでも一応伝えますけど、自動的になるっちゃう可能性がありますんで、それはね、ちょっと伝えとかなきゃいけないので、伝えさせて。で、ね、あと、たまったね、ギフトとかはあ、全部いただける。僕がもうゼロは全部受けるんで、もし余ってる人、余裕がある人は入れていただいてもいいですし、あとまだ見るためにはね、梅花とかフードとか。 まだいますんで、そちらに投げていただいてもいいです。ただ、0って使うとこマジないと思うんで、もう俺が受けますんで、今日も全部入れちゃいましょう。全部、あともう、あ,あと2、3分で、あの、フードに投げますので、レイド投げますんで、あのー、僕は全部受けます。0は全部いきましょう。で、1×1 じゃなくてもう99でいきましょう。めんどくさいんで、<laughs> 全部使っときましょうか。もう、あのー、ね、予想、予想や国もね、あのー、こっちでやることはないままあ、おそらく T。 Y どっちでやるか分かんないですけど、あのーど、どちらかでやると思いますんで、まあ、継続的にね、企画は継続するし、格ゲマジンロも、もちろん継続的にね、できたらやります。あ、プリンありがとうございます。プリンありがとうございます。すごい。パフェかなパフェかなありがとね。ありがとね。ちょっと数が多すぎても終えませんが。<laughs> N はないですね。あー、ピエ超えてパオン。ピエンか、ピエ超えてパオンね。パオンありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいございますんで、もう0を使っておきましょう。 ピエパンオンはね、まだね、梅原とかフードで使うとこなんですけど、ゼロはね、多分本ほんと使うとこないと思うんで、99で入れて、もう全部スッキリ。全部私が、ゴミは引き受けますね。閣議会のゴミはね、引き受けるんで、ええ。もうあのトラブルを一旦は引き受けたです。もう、もう、もうやんないですけど、もう二度とやんないですけど、引き受けましたから、もうゴミは黒人の方へ。全部投げていただければ、全部引き受けますんで。 安心してください皆さんね、ええ。で、止まりそうだったらフードを投げる。このままフードのところ行くと、フードがかわいそうになるんで、あピエンこいてパンをあ、ありがとうございます、ありがとうございます。で、ギフトもね、使い切っておいたほうがいいと思いますんで、一応、その、20、31までね、一応見るため、ただ僕ね、明日から東京で、帰ってくるのが30日とかで、ちょ30日は放送できそうにないんで、31日は必ずやりますけど、あ花火、ありがとうございます、花火、ありがとうございます、ありがとうございます。 ブンブンライト2300余ってた人にいんのすごいね。よくそんだけ残しといたね。<laughs> 多分俺の予想屋のために残しといたんだね。ありがとうございます。ああ、もう花火。あ、インスカー、アザス。あ、お疲れ様もあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、でもね、こうやってね、61回2年間ね、やれたのは本当に視聴者の皆さん、プラスね、あのー、あれです。ミルダさんのおかげ、あとはね、あのーや、頑張ってくれた出演者の皆さんのおかげですから、あの、<laughs> それもね、全部、まず、あ、でも、やめるわけじゃないですから、ね、あ、花火ありがとうございます。全部ね、やめるわけじゃないです。全部ね、また移行してみんなでやりますんでね、ぜひぜひ、まあ、変わらぬ、変わらぬ格闘ゲーマーの味をね、提供しますんで、え皆さんよろしく、あ、花火ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいね、ありがとうございます。ありがとうございます。あのー、余ってるんですよね、皆さん。え、今からっていう人はいらないですからね、あの、変わってからで、全然、変わってからで全然いいですからね。 今から入れるっていう、ありがとうねって言って入れる人、別にそれも嬉しいんですけど、あの、変わってからでも全然いいんでね。はい。全然いいです。あ、取っといてください。俺、あの、8月7日誕生日なんですよ、僕。8月7日誕生日で、ドカッとちょっとやりたいなと思って、あの、シャンパンタワーとかできたらいいかなと思ってるんで、うん、1人20ずつ、20ずつ、20ずつぐらいいける。まあ、エース級はちょっと200ぐらいちょっと入れてもらおうかなと思ってるんで、うん、シャンパンタワーちょっとやりたいんでね。 頼むね。全然いい。8月7日ね。8月7日は確実に配信して。なんなら24時間やったってもいいからっていう。まあ、多分できませんけど。長時間やると僕体が壊れるんで。<laughs> さあ、ゼロコインはみんな使いましたちゃんと。もう使いましたかもう使ってくれました <laughs> ありがとうございます。アギフトも、ね、ありがとう。一応、31日も放送しますから。31日でもね、配信しますんで、そこらで投げていただいても構いませんので。<laughs> 31でもいいですよ。全然いいんですね。で、8月1 日からは、えー、変わりますどこに行くかは決まってません。もちろんツイッターでそれは報告しますし、8月7日は大々的に。やっぱシャンパンタワーとかね、やっぱ欲しいなと思ってます。うん、やっぱね、もう最低金額、まあオリシャン出すんですけど、まあ最低が10からかな。うん。10ぐらいから。うん、まあまあ、10、まあまあそうですね、聡明クラスから。聡明クラスにしておきましょう。もうカフェバリとかね、ブーブーとかはもう一切なしで。<laughs> 冗談ですけど、ぜひぜひやりたいと思いますんで、お願いします。というわけで、今から、ちょっとあまりにも長いと人が減ってくるので、あの人投げたいと思います。フードに投げたいと思います。で、フードに投げたから、その後、また僕もまた放送するんで、配信します。多分ね、あれやるんで、12時超えてくらいくらいからやりますんでね。一旦フードにねぎらいの言葉を。じゃあ、いきます。じゃあね、みんな、かけまじんの本当に2年間お疲れ様でした。またこれから、新規一転した、 何かをやりますんでまたよろしくお願いします。本当にみんなありがとう。じゃあね。ミルダムさんもありがとう。